ブルッヒャー、ブルッヒャー、SMS ブルッチャーは、ドイツ帝国海軍が建造した、装甲巡洋艦で、同系艦はない。ドイツ海軍においての類別は、大型巡洋艦である。本艦の後もドイツ帝国海軍は、フォンデアタンなどの巡洋戦艦の建造を続けるが、それらも巡洋艦の延長として、大型巡洋艦と呼称した。艦名は、ナポレオン戦争で活躍した。 プロイセンの将軍ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヒャーに、ちなむ。本艦は、ドイツ帝国海軍の1904-1905年計画で一隻の建造が容認された。武装は全級と、同じく手法は21センチメートル速射砲12門だが、シャルンホルスト級では、手砲2機4門と、原則配置8門で連装と単装を今しており、発射速度や社会に問題があったのに比べ、 本館ではすべて手法を連想形式の手法等6機に搭載したことにより、発射速度、射界を向上させ、降参射撃可能な手法門数を有していたことである。21センチメートル砲12門という主兵装は、英国を含む鉄橋海軍の既存のすべての装甲巡洋艦を凌駕する戦闘能力であった、ただし戦艦用の手法を4門搭載した。 日本のつくば型装甲巡洋艦は一発当たりの打撃力で大幅に劣る。しかし、手法の大きさに関しては、設計段階でドイツ側の得たイギリス海軍のインビンシブル級装甲巡洋艦の主兵装が 23.4cm 砲8門で、あるという情報に基づいて引き続き 21cm 砲を採用したインビンシブル級が12インチ砲8門という情報が、 建造後に入り、主砲を土球戦艦並みに改めた、皇族艦、本、デアタンを建造することとなった。本艦の船体形状は全球までと異なり、中央部分の未完元の高い、朝鮮首労型戦隊を採用している。艦首水面下に、昇格、ラムを持つのは、同時期のドイツ海軍の土球戦艦と同じであるが、戦艦と異なるのは、艦首形状である。これは、 波切りの良いクリッパー型艦首となっていた。傾斜のない艦首看板上に新設計の21センチメートル44口径速射砲を収めた連装砲塔に収め、艦首看板上に前向きに1機、片弦に2機ずつ5看板に1機装備した。なお、ドイツ海軍では1番から6番砲塔を A から始まるアルファベット順に数え、時計回りに A から F まで割り振った。 天外に即挙技を乗せた二層構造の司令塔の背後に、両脇に船橋を持つ操舵環境を基部として、簡素な観客式の全部マストが立つ。船体中央部に二本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、二番煙突を挟み込むように立つグースネック、カモの首型クレーン系に機により運用された。船首楼の末端部に、後部司令塔と上部に、 単焦灯が配置された見張り所が設けられ、その間に、後部マストが立つ。そこから甲板一段分下がって、後ろ向きに 21cm 連装手法灯が一基、配置された。船体中央部の原則に 15cm 複砲が、片弦四基ずつ、ケースメート、砲角配置された。この武装配置により、前後方向に 21cm 砲六門、左右方向に、 最大 21cm セ4チ 15cm 砲6門が試行できた。収益後の1913から1914年に全部マストを振動に強い三脚式に改良し、頂上部に見張り所と射撃式所を設けた。手法は1909年型 21cm44 口径速射砲を採用した。その性能は 108kg の砲弾を、 行角三十度で、戦艦並みの一万九千百メートルも届かせる、乗車艇を得たことから証明できる。この方を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は、行角三十度、深く五度である。旋回角度は一番六番四方塔は、守備線方向を0度として、左右百五十度の旋回角度を持ち、原則の主砲塔は背後に、 先手廊甲板があるために左右方向を0度として左右90度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分4から5発である。主砲塔の弾薬庫は艦首と艦尾の2箇所にしかなく、原則の主砲塔4機に供給するときには弾薬庫から両弾機で可甲板まで21センチメートル砲弾を持ち上げた後、原則の集積所に移動して行った。この形式は 本艦の創出の一員となった。副砲は1908年型 15cm45 口径速射砲を単装砲がで採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角20度で 4900m まで届かせられた。この砲を単装砲がで片芽4機ずつ軽8機を搭載した。砲がの不行能力は行角20度。 深く7度である。旋回角度は150度の旋回角度を持つ。砲牙の不良旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に8.8センチメートル45口径炭素速射砲を炭素砲牙で16機装備した。その他に、 対艦攻撃用に45センチメートル、魚雷発射艦を水戦下に、単装で艦首に1門、一番砲塔の後方に、片上に1門ずつ、艦尾に1門の計4門を配置した本艦の装甲は、クルップ構成で、原則装甲は、末端部80ミリメートル、中央部は180ミリメートルに達する重厚な水戦部装甲を持っていた。砲塔防御も、 前立てが 180mm あった。水平甲板も 70mm あった。しかし、カタログデータには、すぐれるが、防御様式は、旧来の走行巡洋艦と変わらず、原則の主砲とを2機の真下に、副砲の弾薬庫が隣り合う問題があり、後にドッカーバンクを機械え線に置いて、主甲板に 34.3cm 砲弾2発を被弾した際に、 7 0トルの主艦パンをたやすく貫いた砲弾は、一発は2 1トル砲の真下に並べられた2 1トル砲弾と1 5トル砲弾を誘爆させ、もう一発は機関区に突入して、ボイラー室と操舵室を破壊して、本艦の喪失の一員となった。間接防御として船体は13室に分かれており、二重艇となっていた。 本艦の機関構成は海軍型石炭戦勝水管艦,艦18機で、本艦のボイラー室はシャルンホルスト級から引き続き横隔壁により5室に分かれており、4機プラス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 2機の配置となっており、煙突は1番煙突がボイラー8機、2番煙突が10機を担当していた。本艦が喪失した。 ドッカーバンク置き回線において10時37分に1番、煙突側の3番ボイラー室への34.3センチメートル砲弾の被弾により高圧蒸気を送る配管に損傷を受け、1番2番ボイラー室からの蒸気供給を受けられなくなって速力が23ノットから17ノットまで低下した。推進機関は直立型3段膨張式4機等レシプロ機関3機を 組み合わせた三軸推進で、スクリュープロペラの直径は、外側のものが5.6メートルで、中央軸は5.3メートルで異なっていた。要求性能は24.5ノットであったが、公やけ身において、最大出力38,323馬力で、最大速力25.4ノットを発揮し、設計を上回った。燃料は、石炭で、 2510トンを満載して12ノットで6600回りの高速性能があった。本館の建造時期には列強各国は大型艦に蒸気タービンを採用していたが、機関開発能力の遅れから本館はレシプロ機関のままとされた。レシプロ機関は高速性能を良好にするが、高速運転の維持に限界があり、後の本館の喪失の一因となった。 ウルッヒャーは1907年2月21日にキール交渉で帰港し、1909年10月1日に巡航した。当初はバルト海艦隊に所属したが、北海艦隊に移動した。1914年11月3日に、フランツフォンヒッパー提督が率いる巡洋戦艦、ザイドリッツ、モルトケ、フォンデアタンと共に、本艦は、 イギリスのグレート・ヤーマスへの襲撃に参加した。ヤーマス襲撃。いついで、1915年1月24日に、イギリス海軍の小艦隊がドッカーバンク付近に現れたことを察知したドイツ海軍は航海艦隊を出動させて迎撃させた。この戦いでは、ホンデアタンが修理のため戦列から離れており、代わりに、新型のデアフリンガーが加わって、ザイドリッツ、 モルトケ、ベアフリンガー、ブルヒャーノとなった。これに、軽巡洋艦4隻特逐艦19隻からなる第二偵察艦隊と共に出撃したドッカーバンク海戦。この海戦において老朽化による速力低下で、本艦はドイツ艦隊の最高尾に位置していたため、初期段階で後方から接近してくるイギリス駆逐艦隊を迎撃できた。速力に勝るイギリス艦隊は、 急速に接近してきており、最後尾にいた本館が、機関、ライオン、次に、タイガー、プリンセスロイヤルから砲撃の目安として、射撃目標にされた。9時9分に 34.3cm 砲弾一発の命中弾があったが、致命傷にはならなかった。この時、本館は、ライオンの一番砲塔の上部に 21cm 砲弾一発を命中させて一時的に、 主砲塔を故障させた。その後、交戦距離が縮まったことで、本格的な砲戦となって、本艦を狙う敵は、プリンセスロイヤルと遅れて戦場に到着した、ニュージーランドの二隻となった。この後に三十四点三センチメートル砲弾二発を、立て続けに飛弾して、機関半減、操打不能に陥った本艦は左に曲がるしかできなく、なり、次第に、イギリス艦隊に近づいてしまった。 その後、イギリス艦隊の命令伝達の不備により、巡洋戦艦4隻から本艦は集中砲火を受け、最終的にイギリス系巡洋艦、アリシューザからの来撃により12時13分に横転し、数分後に沈没した。乗員1026名のうち生存者は艦長を含む234名だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。